はい、皆さんこんにちは。オギプロザネクストゲーム部、黒木慎太郎です。はい、瀬戸瑞希です。松永修也です。大野優希です。よろしくお願いします。お願いします。今回なんですが、こちら、はい、新人狼ゲームワードウルフやっていきたいと思います。ワードウルフ分かります？大丈夫です？分かります。まあ、ざっくりと説明をいたしますとですね、僕ら4人に1人ずつお題が与えられます。で、この中に1人だけ違うお題を与えられた人がいるので、まあ、その人をいろいろトークをしていきながら炙り出すというゲームでございます。なので今回のお題は食べ物、飲み物のお題でいきたいと思いますので、おい、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、これお題読まないでくださいね。言わないでくださいね。あなたのお題は、これは僕のお題はがダメなんですよね。はい、そうです。あ、各自お題が見えましたね。じゃあまずこのお題、ファーストインプレッションからちょっと行かせていただきますか。はい、はい、第一印象ってやつですね。じゃあ黒木さんからいきますか、順番通り。はい、好きです。あ、まあまあでしょうね。でしょうね、うん、シンプルに好きです。結構これはかなり好みの分類に入りますね。瀬戸ちゃんは？僕の第一印象は一番最初って感じですかね。一番最初、うん、ちょっとひねり入れてきますね。一番最初なんか難しいね。難しいね。松永、僕あんまり親しみないっすねこれ。うん、はいはいはい。あ、でも人によってはそうだよね。うん、うん、そうね。なるほどね。じゃあ大野さん。いやー、そうね、僕も好んではの、そうね、好んではないかもね。はい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 、はい、まあ、目の前にあったらもちろんいただきますけども。出されたらね。そうそうそう、出されたりとか勧められたりとかしたら、それはもうもちろん。はいはい、黒さん、この下の話題1,2,3って何なんですか？はい、この話題1,2,3というのはですね、うん、自分たちでこう話題というか質問が展開できなくなった時の、まあ、お助け話題とでも言いますか。あ、なるほどね、うんうんうん、便利便利。はい、なんで早速まず1個押してみますか。話題1番、それを共通の友人に例えるとしたら誰ですか？はい、どういうことだ。ちょっと待って、難しい。じゃあ この4人の中で誰っぽいかみたいな感じじゃないですか。あ、え、なるほどね。この中で、この中でだ、ないな。あんま印象ないけど、強いて言うなら瀬戸ちゃんですかね。あ、まあまあまあ、俺も瀬戸だと思う。強いて言うなら、そうね、そうね、誰でも別に不思議はないというか、変じゃないし、うんうんうん、そうっすよね。じゃあとりあえず話題全部さらっていきます。そうね、パッて見ていきましょうか。じゃあ一旦2に、はい、2番、はい、それを手で表してください。ちょ、あの、待って、これトークですよね、僕らできてる。手見えへんやん、オンラインない。一回ちょっと黒木さんやっといてもらっていいですか？一回ね、はい、一回、あ、やってますよ今俺。どんな感じ？分からん。僕今やってますから。今やってますよ、分かりますか？確かにそういうイメージです。お前見えてるのかよ。見えてるの？見えてるんだ。ちょっとこれ一回スキップしましょう。3番いきましょうか。3も行こう。3も行きます。3番、はい、番、毎日これを飲めますか？おー、飲めるってことはあれか、飲料なのは確定なんだ。みんな全員飲料か、ね、全員飲み物です、ね、飲み物なんだね。僕楽勝で飲めますね。あ、僕も楽勝で飲めますね、正直。あ、別に抵抗はないけど。あ、飲めますね。あれ、これ難しくない？じゃあちょっといいですか、話題1にちょっとなんか似たような話題なんですけど、これ苦手そうな人誰だと思います？俺パッと思い浮かばないんだけど。苦手そうだと俺強いて言うなら大野さん、うん、大野さん。そうだね、ま、イメージのなさが一番強いのが大野さん。そうだね。いや、多分これ自分かなって。やばい、これは自分かもな。一致してんな、もう気づいてんな。まさか。いや、でも分かんないっすよ、これもしかしたら誰かが合わせてる可能性ある。もう誰か気づいてる。いや、怖い。僕からもいいっすか？うん。あ、いや、でもこれあれか、何と一緒に出されたら嬉しいですか？難しいな、それ。こんな一番飲まないって言ってる人に、なんて質問を。何と一緒に出されたら嬉しいか、何と一緒に出てくるイメージありますか？個人的には結構単品で出てくるイメージですけどね。特
別これと合わせて出てくるってイメージないですけどね。あ、じゃあ俺あれかな、俺もう一個のお題をずっと考えてんだけど、当たってる気がするけどそれを絞り出す質問がない。あ、じゃあ、まあ、飲み物ってことでこれを時間かけて飲むかすぐ飲めるか。僕はすぐ飲めます。僕もすぐ飲めますね。俺時間かけちゃうかな多分。大野さんはちなみに。え、ゆっくり、そう、まあゆっくり飲んじゃうかな。あんま好きじゃないって言いようかな。あ、ゆっくりに早いですか。なるほど。ほな俺じゃないな。ほな俺と違うか。ほな俺と違うか。いやでも2に読み分かれるのが一番難しいっすよね。そうなんだよね。難しいねこれね。いやちょっと誰か手で表してよこれ。見えないんだって。いや見えないんだって。こういうことなんですよ。いやいや、こういうことだと思うんだよ。多分ここは合ってると思うんだけど。隣にいるんか。いや多分ね、もう一個も合ってると思うんだよね。なんか質問したいな。これ僕のお題のやつなんですけど、結構居酒屋ってイメージあるんですよ。おー、俺やな居酒屋。いやでも分かんない、その印象が周囲がそっちなだけで。ああ、もしイメージだから。そう、イメージだから。それもなくはない。ほな、ほな俺と違うな。めっちゃバクチな質問していいっすか。あ、はいはいはい。色何色ですか。え、それはどっち、中身の方それともパッケージ的な方。いや、もう見たままの色。イメージカラー。イメージカラー。俺っぽいから俺から言うか。俺黄色だよ。俺も黄色かな。いやでも、いやそうなんだよ、黄色なんだよ。黒木さんはあれ何色になるの。黄色になるのかな。俺ちょっとどっちかというとゴールドな感覚で言いましたね。まあ、ゴールドでもまあ別に分からなくはないから。まあでもそれ黄色近しいものさ。いやー今ので絞れないか。絞りきれんねー。うーん、ちなみにじゃあもうなんか踏み込んでるからあれだけど、炭酸？いや炭酸ですよ僕は。僕も炭酸なんですよね。まあそのあれでしょ、シュワシュワしてるとか泡があるとかっていう意味で炭酸ってことですか。あ、まあそうまあ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 、まあ、もちろん。俺裏のお題外れた節があるな。俺っぽいんだよな。いやでもお前の さっきの黄色っていう部分には俺も合ってるんだよ。だからそこで全く違う返事が来ると思ってたから今。そう、いやでもイメージはゴールドだったんだよね確かに。いやこれ産地か。いや、わかんねえ、これ。投票の時間だ。いや、やるしかない。いや、まあ俺はでも、ちょっともう、勘になってしまうな。行くぞ。いや、ここでしょ。ここでしょ。ここでしょ。ここだと思うんです、僕は。行きますよ。でも、やばい、やばい、やばい。黒木さんか。俺以外もみんなずっと紅茶だと思ってた。はい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 。でもう一個がね、俺コーヒーだと思ってたのよ。あー、なるほど。で居酒屋の黄色シュワシュワは？そう、なんか黒木さんが途中からすごいなんか口数がなんかおもむろに減ったから。そう、なんかねコーヒーだと思ってたらなんか居酒屋って言ったらコーヒーなんだろうって。で黄色あ、でも緑茶のこと言ってんのかこいつらって。そしたらシュワシュワっていうかシュワシュワ。いやでもいい炙り出しはできたと思うけど。でも難しかったな。ちょっと細かいとこまでいかないといかないね、やっぱり。そうだね、そうだね。いやさ、攻めないと炙れない。出ないわ。さあお題は学校生活のカテゴライズです。2人はやってそう。このメンバーで経験してなさそうな。俺だ。してないことない。そうだね、そうだね。満場一致です。そのこれだけを取れば学校生活っていうのを無視すれば昨日もやってました。ああはい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 。あこれとか言って。はいはいはい。